はい、皆さんこんにちは、レクセン2講師の川原と言います。では、今日のテーマですね、論文再受験者のための最新情報と学習指針というテーマでちょっとガイダンスをさせていただきます。先ほどもお話しさせていただいたのは、普段はね、東京の方で、生クラスの講義担当させていただいているんですが、年に何回かですね、ちょっとね、関西の方に来させていただいて話す機会ね、設けさせていただいています。で、今この喋っているのが、11月の頭ですね。鑑定試験の論文式試験の合格発表が、10月の、20日ぐらいにあるんですね。それを受けて、じゃあそういった傾向を踏まえて、来年に向けてどういった勉強を、ね、進めていくべきなのかって形でちょっとお話をさせていただきます。はい、まずは、ご存知の方も多いと思うんですけど、今年 その論文式試験の、試験結果ですね、ちょっと数値等々ですね、上げながらちょっと確認をしていきます。いろんなデータを国交省が発表してくれてますので、そちらの、ね、数値を確認をしていきます。まずは、単純なベースのところで、受験を申し込んだ人の人数は、鑑定士ですね、論文式試験何人ぐらいかと言いますと、もう本当に少ないんですよね。何人ぐらいだと思いますかね。受験、論文式試験受験の手続きした人が、1150名ということですね。本当少ないですよね。これは受験生ですかね、合格者じゃないですよ。宅建試験って3万人ぐらい合格するんですよね。それに比べると受験生自体が1000人ちょっとってことですね。でもこれでも、前年よりは、前年が、確か99名とかでしたので、少しなんですけど、これ、ね、微増しています。本当はね、ずっと減少傾向だったんですけど、ここ2年間ですね、少しずつ、上昇していっています。これもね、微増ということになっていきます。で、これが受験手続きをした人なんですけど、このうちじゃあ実際論文式試験3日間あるんですけど、3日間論文式試験受験した人がじゃあ何人ぐらいいるかというと、ここから何人ぐらい実際3日間論文式試験受験したと思いますかね。この中で実際受けた人が、733名、しかって言ってるんでしょうかね、733名しか受けていないんですよね。ちょっと見えますかね、733名なんですね。65% 弱ぐらいですかね。かなり実際3日間受ける人って少ないわけですよね。途中で辞めちゃう方もいますし、あとは、やっぱり初めて担当を受かった方は論文の勉強していないので、ちょっとさすがに論文のね、受験は来ないって形で受けない方もいらっしゃるので、6割5分ぐらいの方しか実際3日間論文式試験は受けないということになってきます。で、この733名のうち、じゃあ最終合格した、今年論文最終合格した人は何名かと言いますと、ここから、合格したのが106名ということですね。106名ということになってきます。106名しか合格してないということです。なかなか厳しい試験ですよね。全国で鑑定試験に合格した人が100名ちょっとしかいないということですね。それぐらいの人数しか合格、これでも本当にわずかなんですけど、去年は103名でした。103名が、106名に、本当にわずかなんですけど、一応ね、微増はしています。で、一応その鑑定試験、論文式試験は600点満点で試験が課せられるんですけど、じゃあ何点以上取った方がこの106名合格したかというと、点数も示されてまして、600点満点中、347点取った人が一応合格しています。600点満点中347点ということですね。願書にはおおむね6割が合格基準と示されているんですけど、58% ぐらいの点数を取った方が一応、ね、合格しています。ただ、願書にも書かれてるんですけど、科目ごとにこれ一定の点数が必要という形で言われています。科目ごとに一定の点数が必要と言われています。で、実際やっぱ論文式試験はその科目ごとの点数が足りなくて、不合格になっている方が結構いらっしゃると思います。私の周りでもね、聞いたことあるんですけど、実際106位までの方が受かってるってこう見た目が見えるんですけど、ただ実際は347点以上取っていた方であったとしても、何かの科目でこれ点数が足りなくて、
結果総合点で347点以上取れていても不合格になっている方がこれ結構いらっしゃいます。毎年周りで受験生でこの科目ダメで落ちましたという形で成績通知すると F ってなるんですけど、科目ごとの点数が足りなくて落ちている方が結構いらっしゃいます。多分実際 106人なんですけど、120から30位ぐらいの人がこれ合格してるんじゃないかなと思います。120、30位までのうちやっぱり10人20人ぐらいが科目ごとの一定の点数が足りなくて不合格になって、結果130位ぐらいとかでもまあギリギリ滑り込んで受かってるみたいな人が多分ね結構いらっしゃると思います。なのでやっぱりこう科目ごとにバランスよく苦手科目をなくしていく、苦手科目があるとなかなか合格することが難しいってことですね。そういった傾向がこれ認められます。で続いてそうですね、では毎年合格者の平均年齢が発表されるんですね。で去年は合格者の平均年齢が35歳ぴったりでした。で今年は合格者の平均年齢が 32.8歳ですね、 32.8 歳で合格しています。これ若返ってますよね、若返ってます。先ほどのガイダンスでもお話したんですけど、今、不動産鑑定業界は人手不足なわけなんですね。人手不足です。実際鑑定士として働いている人が全国で6000人ぐらいしかいないと言われてまして、例えば弁護士さんとか公認会計士さんってこう 2,3 万人いるんですけど6000人ぐらい、しかもそのうち60歳以上の方が4割以上占めてまして、でその方たちがリタイアしちゃうと一気に鑑定士の人数が少なくなってしまうということで、さすがに国交省まずいということで、いろいろと今鑑定士の認知度を高めて、若い方だったり他業種の方に積極的に鑑定士受けてもらう、チャレンジしてもらうようにいろんな働きかけを、ね、国交省はしています。例えば東京の方ですと日本大学とか早稲田大学とかに国土と交通省が自ら行って鑑定士の魅力をアピールするような、そういったガイダンスなんかを行っていたり、あと名古屋の方ですとやっぱ南山大学とかにもそういった国交省が行って若者にアピールしたりしています。あとは東京の不動産鑑定協会ですとゆるキャラなんかを作って鑑定士のその業務内容魅力なんかをアピールするようなことをやってますし、あとはそうですね、不動産鑑定協会は学生向けに鑑定士の魅力をこうアピールしてくれるような動画を作ってもらって、そのコンテストなんかをして賞金出したりしてやってる、そんなことねやったり、いろいろねこう手を変え品を変え、いろいろねアピールをしています。で頑張ってやってるので、まあ一応その結果が多少出て前年35歳だった平均年齢が若干若返って 32.8 歳という形になっているとかですね、一応そういったこれ現れになっています。で、一番のポイントなんですけど、合格率ということですね。これが多分一番重要だと思います。合格率は、14.5% でした。これ前年と全く変わらなかったです。14.5% ですね。ちょっと見えますか、ね、14.5% ですね。これ前年と全く変わりはありませんでした。先ほど、実際受験した人が733名を分母にして、そこから 14.5% で106名ということですね。3日間ちゃんと受けた人を分母にして、そこから合格率 14.5% で106名が合格している。そういったこれ合格率になっています。で、こういった傾向を踏まえて、そうですね、じゃあいろいろと特徴をちょっとお話ししていきますと、まず一つ傾向として認められるのは、先ほどの合格率もそうなんですけど、まず一つは、レベル、維持というものを国交省は考えているということなんですね。
今、人手不足です、鑑定業界で、なるべく鑑定士を多く増やしたいということは、国交省は考えています。だからこそ、試験制度も変えて、試験を受かりやすくして、いろいろね、こういろいろチャレンジしています、いろんなことね、取り組んでいます。じゃあ、単純に合格者増やせばいいんだと思いませんかね。本当は個人的にはもうちょっと増やしてもいいと思うんですけど、国交省は、合格者のレベルを落とさずに、合格者を増やしたいと思ってるんですね。これはもうこの明らかに、現場の鑑定士にもあのアンケート、こんな風に試験変えていきますけどどう思いますかって、現場の鑑定士、我々鑑定士のアンケート送られてきたんですけど、この表現ちゃんと入ってました。合格者のレベルを下げずに試験制度を変えていきたいんですけどどうですかってこと書かれてました。だからこのレベルを維持するというのが非常にこう重視しているわけなんですね。例えば司法試験とかも試験制度を変えて合格者増やしちゃったんですけど、合格者のレベルが下がっちゃったなんてね、結構ニュースになったりしました。なのでそういったことを見ているので、このね、合格者のレベルを下げない、維持するというのが国交省一番考えてるんですね。で、この合格者のレベルを維持しつつ、じゃあ合格者増やすためにはどうしたらいいでしょうかね。つまり合格率を変えずに合格者を増やしたいということです。 15% 前後、 15% 前後の合格率を維持しながら合格者を増やすためにはどうすればいいんでしょうかね。これまあ単純ですよね。受験者を増やすということですよね。受験者を増やせば、分母が増えれば同じ 15% でも合格者が増えていきますよね。国交省はそうしたいわけなんですね。単純に合格者を増やすんじゃなくて、レベル、合格率を維持しながら鑑定士合格者を増やしていきたいので、だからこそ頑張って大学とかに行ったりとか、いろんなことをやって鑑定士の認知度を高めて受験生を頑張って増やそうとします。受験生を増やすことによって、結果割合論 15% 維持したとしても分母が増えてくるので、合格者が増えていくってことですね。そういったことを国交省は考えています。なので、単純にはね、合格者ね、この後も増えていくとかはないと思うんですけど、これやっぱ受ける人が増えれば増えるほど、同じ 15% でも合格者が増えてくる。そういった傾向が認められるんだということになってきます。で、続いての傾向が、先ほど出てきましたが、功を奏したと思うんですけど、若年化ということですね。合格者の平均が上がってました。5、6年前までですと、短期で一発で合格するような人って、ほとんどいなかったと思います。なんですけど、ここ 2,3 年は担当論文一発で受かるみたいな人がどん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 増えてきています。現に、今年のレック受講生の合格者なんですけど、その方は学生の方ではあるんですけど、去年の11月からうちの講座を受講して今年担当論文一発で受かっています。学生なんである程度勉強時間を確保できたと思うんですけど、昔ではこれ考えられないです。本当に担当論文一発で受かる人って年間1人いるかいないか、そんな時代が普通でしたので、本当に今一発合格ね、本当にできるようになってきています。それは試験制度の問題の見直しをしているからということですよね。知識量じゃなくて、基本的な知識さえしっかりと身につけていれば、それをしっかりと答案に書いてくれば、試験は積極的に採点するように、やっぱ、採点方法なんかもこれ変えているはずです。じゃないとこね、やっぱ一発合格増えていかないわけなんですよね。昔は正直知識量が勝負するような、そういった時代もありました。書けば書くほど点数が積み上がっていく加点方式みたいに思われていた時代も、特に鑑定理論はありました。加点方式で、1問あたり50行回答用紙が与えられるんですけど、50行もきっちり書くような答案が一番いい答案みたいに言われた時代がありました。でもそれはそんな時代じゃもうないです。それ迷信です。ちなみにその一発で受かった合格者は普段回答用紙1ページ半ぐらいしか書いていないです。そんな2ページ丸々埋めるような回答なんか全然書かないです。物量勝負じゃなくて、基本的な事柄さえ淡々と論理的に書いてくれれば、全然1ページ半ぐらいでも十分にこれ合格することができます。量じゃないということです。それは本当間違えないでください。じゃなければ短期で合格なんかできないですよね。知識量ならばベテランの人が絶対有利に決まっています。じゃなくて、いや初心者なんだけど頑張って基礎的な知識身につけてきて、自分はこんな考えのもとにこの問題解きましたねって頑張って答案に書いてくれば、試験員もちゃんとそういったことを分かってくれて積極的に採点をしていくんだってことです。なので特に短期で受かるためには、
合格に必要な知識だけに絞って、必要最小限度の知識に絞って、そこのコアな部分を繰り返しといて、でそれを論文で表現するということですね。レックのスタンスとしては言葉は悪いんですけど、トップで受からせることは目的としていません。とにかくもうギリギリビリでも構わないので、ギリギリでいいので受かってくださいというシステムです。そういうふうに目指しています。余計な知識をいっぱい入れて消化不良になるよりも、本当に最小限度の知識だけを繰り返しやっていただいて、もうビリでも構わないのでギリギリ滑り込んでください。そういったスタンスなので、そういったことをやっていけば一発合格、若年化つながってくるということになってきます。実際35歳だったのが 32.8 歳と平均年齢上がっています。特に30歳未満の合格者が前年33名だったのが40名に増えてますので、やっぱり若い方が受験して、しかも合格、しかも、ね、短期で一発で合格している人もどんどん増えてるんだということになってきます。はい、あとは、もう一つですね、もしかしたらこれ聞きたいという方もいらっしゃったかもわからないですけど、科目免除制ですね。和ってことなんで、はてな。ニュースとかで聞いたりしたことってある方っていらっしゃいますかね。どうですかね。そんな知らないですかね。今やっぱり試験を受かりやすくするために、いろんな試験制度変えていこうという形でいろいろね、国交省が取り組んでるんですけど、その中の一要素として、これ日経のニュースとかでもちょっと出たんですけど、論文式試験、担当式試験というのは担当免除制度がありますよね。でその免除制度を論文式試験の方でも、導入していこうじゃないかっていうのが一応議論として出てきています。鑑定理論は多分免除にはなりません。じゃなくて民法経済会計学、いわゆる教養科目と言われているものについては、仮に不合格であったとしても一定の点数をクリアしている場合には、翌年その科目は試験免除しますよって制度の導入を、国交省は考えています。まあ、受かりやすくするってことですね。公認会計士試験とか、中小企業診断試験とかで多分導入されているようなこれ制度ということになっています。でこれが、早ければ来年の論文式試験から導入されるんじゃないかって一応ね、噂というか一応考えてはいたんですね。なんですけど、通常翌年の試験何かしら変えていく場合には、前年の最終合格の発表日に何かしらそのことについて同時に発表するというのが今までの通常のパターンだったんですね。なので仮に来年論文式試験科目免除制度を導入するならば、今年の10月20日の論文式試験の発表の時に多分同時に何かしら発表をしたはずなんですね。それがこれ何も発表されませんでした。つまりは、多分来年はこの科目免除制度というのは、導入されないということですね。まあ、ほぼ導入されないです。だから早くても再来年からの導入ということになっています。で、これ一つポイントなんですけど、こういった試験制度が変わっていくときのポイントなんですけど、そういった場合は、これ制度が変わる前にとっとと受かっておくというのがこれポイントです。他の試験でもそうなんですけど、こういった試験制度変わるときっていうのは、やっぱり変わってしまう前にとっとと合格してしまうというのがやっぱりね、王道です。なんか科目免除制度受かりよそうなんで、これが導入するまでちょっと受け控えしようかな、本格的に勉強始めるのを遅めにしようかなって方がたまにいらっしゃるんですけど、それはやめた方がいいです。こういったね、変わるときは変わる前にとっとと受かってしまうのがやっぱり王道です。まあ、どういうふうにこれ運用していくかによってもこれ、ね、受かりやすさ変わってくると思うんですけど、基本的にはこの科目免除制度というのは、普通の合格ラインよりも高いラインでこの科目免除を認めるというのが普通なんですね。だから科目免除を取れるというのはかなりの点数でないとこれ取れないのが多分通常だと思います。他の公認会計試験とか中小企業診断士でも大体そういったような運用を行っています。なので例えば公認会計試験なんかは科目免除制度を狙わないでくださいねと講義ではアドバイスしているようです。なので基本的にはこれ個人的な考えなんですけど、やっぱり科目免除制度仮に導入されたとしても、これそのものを目指すというのは個人的にはやめた方がいいんじゃないかなって気はしています。結果的に残念ながら不合格で結果的に科目免除取れたっていうのはいいと思うんですけど、
初めから科目免除を狙ってしまうといろんな弊害があると思います。例えば会計学狙ってみよう、で会計学だけを一生懸命勉強しました、それで見事免除になればまあいいんですけど、でも免除にならないこともあるわけですよね。これ免除にならなかった時ってどんだけ大変かと分かりますかね。会計学だけやったにもかかわらず免除が取れなかった場合にはまたもう一回会計学もやらなければならない、さらには会計学だけをやっていたので他の科目の勉強をおろそかにしてきたということですよね。ものすごくこれ弊害があります。なので基本的にはやっぱり全科目バランスよく勉強していくというのがやっぱりこれ最短ルートです。その方が受かりやすいです。何か一つを得意にしよう、そこだけ強調してやってしまうとどっかしらやっぱり必ず他の科目に弊害が出てきますので、基本的には今年の一発合格者もそうなんですけど各科目まんべんなく勉強していくというのがやっぱり論文式試験最短で受かるためには王道ということになってきます。毎年合格者の方の合格した答案ですね、答案を手に入れるんですけど、いつもこれガイダンスするんですけど、まあ、本当言葉悪いんですけど大した答案ではないんですね。本当にこれで受かったのって答案なんです。これで受かったのって答案をその方はやっぱり全科目揃えてるってことなんですね。それがやっぱり合格ってことなんです。とにかく相対評価の試験なので何か1科目得意な人よりも全体的に苦手科目がない人の方がやっぱりこれ短期で受かります。うちの公開模試とかでも例えばトップ5とかに入っている人でその中でも鑑定理論だけ飛び抜けていて、で他の科目なんか苦手があるんだけどトータルすると総合点でトップ5に入るようなそういった受験生の方いらっしゃるんですけど、そういった方って得てして本番では合格できなかったりするんですよね。鑑定理論って本番は予備校の採点ほどそんなに点数はもらえないんですよ。一方で教養科目というのは予備校の採点よりも本番の方が厳しいって傾向になります。なのでそういった実は1科目だけ得意にしている人は本番ではそんなに点数取れなくて、で一方でおろそかにしてきた苦手科目が実際本番ではものすごく足を引っ張ってしまって結果トータルで不合格って方が結構いらっしゃるので、このさっき一発で受かった、その方は本当に例えば公開模試とかでも多分 D ランクとか本当に大した答案じゃなかったです。ただ全科目やっぱりまんべんなく、まあ、普通ぐらい普通弱ぐらいの点数取っていたんですね。得意はないんだけど、うん、確かに全体的に苦手がないという形でそれを最後全体的に底上げしたのでその方は一発合格したはずなんです。なのでとにかく何か一つを一生懸命やるとか得意にしようとか科目免除を狙うとかそういうところじゃなくて苦手科目をなくすように全体的に底上げをしていくということですね。そういった学習方法がやっぱり、論文短期で受かる秘訣ということになってきます。でそのためにも、一つ私は鑑定理論という科目を教えてはいるんですけど、実は鑑定理論というのは合格者レベルになってくると点差はそれほど開かない科目になってきます。鑑定理論ってみんな一生懸命配点の半分を占めるので一生懸命勉強するのである程度合格者レベル、まあ、合格者レベルというのは、まあ、ざっくり言うと基準留意事項を大体7割ぐらいも暗記できているというレベルなんですね。でこの合格者レベルのゾーンに入ってくるとそれ以上になってくるとこのレベルの中ではあんまり点差は開かないのが鑑定理論の特徴です。鑑定理論こっから先やってもあんまり点数は上がっていかないです。そんなに差はつかないです。ただ合格者レベルになければそもそ もう合格できない話にならないということですね。なのでやっぱりしっかりと基準類似項を暗記をしていかなきゃならないんですけど、ただこのしっかりと暗記をしていく鑑定理論を合格者レベルに持っていくというのはやっぱりそれなりに大変なわけなんですね。大変なので結局その弊害が出てきて、このために他の教養科目民法だったり経済学だったり会計学何かしら特に苦手科目としている科目をやっぱりおろそかにしてしまって弊害がどうしても出てきてしまいます。鑑定理論を合格者レベルにするために配点の半分をしているために一生懸命やればやるほど当然時間を取られるので、結果教養科目の何かしらの科目にやっぱりやりきれない弊害というのが出てきて、結果それが足を引っ張って論文式試験受からないというのが実は典型的な不合格のパターンなんですね。なのでまずポイントはまずは鑑定理論を合格者レベルに持っていくということです。まあ、最低限基準留意事項を暗記するとか基礎的なところは他に差がつけられないのに、まあ、暗記をしていくとかそれだけでいいです。それ以上はやらないから、それ以上は点差はつきません。
だから担当段階から鑑定理論は頑張って暗記を進めれば進めるほどこの合格者レベルに近づいていって、で鑑定理論の負担を早い段階でなくすってことです。暗記から解放されてあとは維持する程度に持っていけば、このおろそかにしていた教養3科目、特に苦手科目の本格的な克服に時間を当てられるようになるので、結果底上げができて最終合格できるというのが最近やっぱり論文を受ける方、受かる方のやっぱり特徴ということになっていきます。だから私は鑑定理論の講師なんですけど、私の講義から早めにおさらばしてもらいたいんですね。鑑定理論からもう勉強の負担をなくして、もう鑑定理論の勉強をほとんどやらなくていいという状態にした人ほど、こちらの教養科目の方の勉強に時間を当てられるので、最終合格することができるということになってきます。それがバランスよく勉強するということですね。だからある意味鑑定理論をやりすぎないというのも一つポイントです。一定レベル以上になってくるともう、ね、点差は開いていきません。そんなに点数上がっていきませんので、やりすぎちゃうと費用対効果でやっぱり点数上がっていかない分こちらの方損しちゃうので、ある程度のラインいったならばもうこの教養科目の方に時間を当てるということですね。そういった勉強の戦略がこれ重要なんだということになっていきます。で、一応踏まえてなんですけど、とにかく余計なことをなんか、ね、いっぱい知識量とかじゃないんです。必要なところ、基礎的なところを中心にしっかりと勉強していくってことですね。で、一応レックとしましては最後にその宣伝になってしまうんですけど、一度勉強した方がもう一度論文チャレンジするという形では、一応2つのコースをご用意しています。一応お手元はこのオレンジ色のパンフレットをちょっと準備していただきまして、で、ページ、6ページ、7ページ見開きのところで、まずは、論文徹底強化コースというのを一応、ね、準備しています。これ、冒頭の、過去問をペースメーカーで潰していく、この分野別過去問解析プラスアルファ当練というのがついているのがこのコースの特徴です。過去問ってなかなか自分ではこれ消化するってタイミングがないと思いますので、これ当練形式でペースメーカーにしてこれ過去問を潰していく、そういった当練がついているのがこの論文徹底強化コースです。で、このプラスアルファ当練がついていないのが8ページのところを見ていただいて、8ページ論文集中強化コースですね。こちらがプラスアルファ当練がついていない、もう一度論文再チャレンジする方のコースになっています。で、徹底集中、いずれのコースについても、テキスト11ページ開いてください。効果家という、論証例集ですね、論文合格に向けたレックオリジナルのこの効果家という教材がついています。もうそろそろ業界でも多分有名になってきていると思います。これレックオリジナルの論証例集です。で、特に民法なんかですとこの効果家である程度も合格できるような答案が、書けるようになってきますので、こういった、使い勝手のいい、教材が、どちらのコースにもついていますので、こういった教材を繰り返し繰り返し、消化することによって、で、これ必要最小限度の知識を身につけることによって、とにかく得意科目はいらないです。苦手科目をなくして底上げをしていく、余計なことはやらない、とにかくどちらかというとビリで受かるということです。その方が個人的にはかっこいいと思います。とにかくギリギリでも構いませんので、最低限の知識を身につけて、それをしっかりと基礎知識を試験にアピールしていくということですね。そういった勉強方法をぜひ進めていただけたならば、本当に今短期合格可能になってますので、十分に受かることができるということになってきます。はい、では以上をもちまして私のガイダンス終了させていただきます。ありがとうございました。